はい、毎年恒例のデプスニュースをやってまいりました。まずはですね、2024年のウェブメンバー入会特典、このトドラットというサーフェスベイトなんですが、まあ、もう見るからにネズミをモチーフにしたブレードタイプのって言ったらいいのかな、まあ、古くはあのカブメスとかデッカブメスとかそういうトッパーのジャンルでね、このタイプのルアーっていうのが始まって、それからこうどんどん人気が出てきたタイプの、それをさらにネズミに寄せたという感じのルアーになってます。テールはあのデスアダーかのような尻尾がついてるんですが、これあのこういうコイル状のワイヤーで取り付けて交換可能という感じになってます。入会特典は割と今までの歴代入会特典ってこういうトップオーダー系のルアーが多いんですが、やっぱこう使ってて楽しい、見てて楽しいみたいなルアーを提供したくて、で入会したらプレゼントっていう形なので、それなら店頭で買わなくても、店頭で買うってなるとやっぱどうしても釣れそうな欲しいルアーがメインになると思うんですが、こういうちょっと遊び心のあるルアーを使ってもらいたくって、この手のルアーを提案することが多いんですけど、魚がルアーに食いつくところが見れるっていうのが一番楽しいと思ってて、例えば動物園とか水族館でもそうじゃないですかね。餌やりの時間ってお客さん集まるじゃないですか。池に行くと鯉がいて、で売店に鯉の餌100円とかで売ってて、みんなわざわざ餌買ってあの巻いて鯉が食べてるとこ見て楽しんでるのって、やっぱ食べるとこ見たいっていうのがあると思う、誰でも。なのであのルアーもできたら水面でルアーが動いてて、もしくは水面直下目視できるところにルアーがあって、それを魚がこうパクって食べるところを見たいし、やっぱ見てもらいたいということで、サーフェス系のルアーにこだわってるんですが、まあ、そんな流れで今年はこのトドラット、これを皆さんの元にお届けします。はい、入会特典はこれなんですが、それ以外にも各地で釣りのイベントをやったりとか、会員限定のルアーの販売もあります。これはスイートキラーの210ですね。これもあのまた新色展開をして、販売と、このボルドーズジュニアのフラットテールですね、あのテールが縦から横になったことでこう動きのピッチが上がったというタイプと、ブルーシューターのシャダーテールであったりとか、バサロスイマー、これもまた新しい色を今年展開しています。あとこのエアロツイスター、もう知る人ぞ知る、カップがすごい薄くてこんな柔らかいんですけど、超早巻きで驚愕の超過が出せるルアーなので、ゆっくり引くとこうカパ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 なるんですけども、早く引くとやっぱ動きが破綻することが多いんですが、これはあのあえてこの柔らかいカップを使うことで、早く巻いて水の抵抗が大きくなるとこう水を逃がして動きを破綻させずにバシャ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 っていう感じで、すごい至近距離でドクリアなヒバラコなんかでもボートムも丸見えで、魚いないの丸見えやんっていうところでも、どっからともなく魚がボカーンって出てくるっていうね、あのすごいルアーなんで、ご覧もお楽しみにしてください。あとファクトリーチューンされたスライドスイマー175-250のシャダーテール、これもスローでこうスイムベイトのようにのたのたと動くタイプのチューンがされています。
とあとグランドバスタークですね。これはあの通常売ってるバスタークのでかい版で、これももう会員の方しか買えないというレアなフロッグになってます。まあ、こういったアイテムが今年販売予定となっています。